こんばんは。本日は以前紹介しました腸活エクササイズのコーナーが大好評でしたので、その第2弾をお送りしたいと思います。今回も福井アナと桜アナが腸活エクササイズを体験してきましたので、その様子をご覧いただきましょう。以前放送された腸活エクササイズの放送が大好評だったとのことで、はい、なので本日はその第2弾をお送りしたいと思います。はい、今日はどんなエクササイズなんでしょうか。楽しみです。それでは早速登場していただきましょう。高木トレーナーです。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。当番組では2回目の出演となる高木トレーナー、腸活エクササイズを日本で初めて広めた第一人者です。果たして今回はどんなエクササイズを教えてもらえるのでしょうか。お久しぶりです。前回高木トレーナーから教えていただいた腸活エクササイズの放送が大好評だったそうで、うん、ありがとうございます。まあ、ただ前回レクチャーさせていただいた腸活エクササイズってまだ全然このほんの一部なので、今日はより深いところをできたらいいなと思います。なるほど、ぜひよろしくお願いします。はい、では以前放送を見ていなかった方のためにも、腸活エクササイズとはどのようなものなのか説明を高木トレーナーからちょっとお願いしてもいいですか。はい、腸活エクササイズっていうのは、はい、体の中に溜まった、良くないガスをこう放出させてあげるエクササイズのことを言うんですね。まあ、簡単に言えば体を動かして平行行動です。なるほど。はい、それでは早速高木トレーナーに腸活エクササイズを教えていただきましょう。はい、ではまず最初に、はい、ヒップアップダウンということをやっていこうと思います。ヒップアップダウン、はい、まあ、まず僕がやるんでそれを見ていただいて、はい、お二人にやっていただくという形になります。はい、お願いします。じゃあ僕から失礼します。お願いします。失礼します。このように、仰向けに寝ていただいて、はい、で少しこう腰を浮かせて1、2、こうやって浮かすっていうことですね。でここがつかないように、下がつかないようにだけしていただいて1、2で、この時に何をしているかというと、お尻と腸を刺激して、屁を出しやすくするという運動ですね。まあ、大体の方がこう4回目ぐらいで出ると思うんで、僕多分次出ると思うんですけど、いきますね。降りる時出るんで、はい。出ましたね。すごい。あ、はい、この感じのことを、8回やっていただいて、はい、はい、腸にお刺激を送るということになります。はい、じゃあ、さくらも。はい、わ、はい、かりました。お願いします。はい、よいしょ。はい、ではいきますね。はい、じゃあちょっと浮かせて、はい、1、2、はい、はい、いいですね。この時に腸とお尻がこう刺激されてるっていうのを意識して、うん、血流すべてをこうお尻にこう集中する感じで、はい、4回目ですね。次多分出ると思います。次いきますよ。はい、はい、いいですよ、いいですよ。あ、続けていきます。続けて出るうちに、出るうちにこう1、2、おお、はい、6、恥ずかしいです。はい、7、8、9、10、はい、いいですね。はい、そこまでです。そこまでです。はい、はい、はい、なんかちょっといっぱい、ちょっと恥ずかしいですね。ちょっとごめんなさい。じゃあ、次から行きましょうか。はい、はい、はい、行きましょう、行きましょう、はい、行きましょう。はい、はい、ちょっと浮かせて、で、いきます。はい、1、はい、2で、これまたね、こっちちょっと意識してね。だからもう何も恥ずかしがることないですから。普通の方は多分4回目から来るの、次あたりで多分こう、はい、次行きますね。はい、はい、4、はい、出ました、すごい。5回行きましょう。はい、5、はい、いや、ちょっとさすがに人前で6、俺が動くのは恥ずかしいですけど。はい、7、はい、これで正解。はい、うん、正解ですよ。はい、わかります。はい、ち、はい、ち、はい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 、OK です。はい、いやいやいや、はい、すごい。でもなんか、体がすごいすっきりしました。はい、今、体温もこう、出やすい状態なので、まあ、この状態のうちに、次、はい、さすが福井アナ。はい、行きましょう。最初のエクササイズはヒップアップダウン。さくらアナも福井アナも、お腹とお尻を同時に動かすことによって腸に溜まっている屁を見事外に放出できました。はい、ということで次はレッグザオープンというものをやっていきたいと思います。はい、もう今すごくこう活発になっているので、はい、すごく今出やすい状況だったので、早速やりたいと思います。はい、はい、お願いします。このように仰向けに寝ていただくんですけど、その時に両手こうやって足首持っていただいて、はい、でダラーで寝てもらいます。
あとは腹筋の要領で、顔を上げるんですけど、その時肛門に力を入れることを意識してやっていこうと思います。ではいきます。1、すごいすごい、3、4、ですね、5、すごい、めちゃくちゃ出てますね。このスムーズに出るかな、私たちも。はい、これ5回やっていただこう。はい、あ、じゃあ、はい、あ、じゃあ私から、はい、わー、出るかな、緊張します、はい、もうすごく今活発になってるので、一発目からすぐ、はい、いきます。行きましょう、せーの、1、うん、すごい、出てる、ちょっと恥ずかしい、し、大丈夫ですよ、はい、それからじゃあちょっと、じゃあ、はい、これで、はい、いきますよ、はい、出た、はい、そう、じゃあ、すいません、すいません、ちょっと、やっぱり、ちょっと前でもなんか難しいですけど、続いてのエクササイズはレッグザオープン。足を広げることで肛門を開き、屁を出しやすくする運動です。2人とも徐々に調子が上がってきました。はい、じゃあ最後にヒップバックというものをやっていきたいと思います。はい、もう最後なんで、もう全部出し切れるエクササイズをご用意したので、はい、全部出し切ってからもう書いていただきます。はい、はい、はい、じゃあ最後にお願いします。まずこういうふうに仰向けに寝ていただいて、で、まあ、あとはこう肛門にあの力を集中させて、さすがですね、すごい、すごい、すごい、こんなにたくさん出るものなんですね。いっぱい出ましたね、はい、まあ、出しすぎに注意という感じで、出しすぎに注意、はい、まあ、これを5回やっていただきます。はい、わかりました。はい、さくらは、はい、すいません、わかりました。はい、じゃあ、いきます。はい、はい、では1、はい、行きましょう、2、はい、3、大丈夫ですか、大丈夫、はい、行きましょう、4、行きましょう、大丈夫、出し切りました、出し切りました、はい、出し切りました、すごい、なんかちょっと恥ずかしい、すごいしっかり出ましたね、全然大丈夫でした、出し切りました、はい、よかったです。じゃあ、私こんなに出るかな、じゃあ、いきましょうか、はい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 、出た、そう、行きましょう、行きましょう、すごい、行きましょう、さあ、4、4、4、4、このエクササイズ家でもできるみたいなので、皆さんもぜひやってみてください。はい、ありがとうございます。皆様もお家で簡単にできるエクササイズだと思いますので、ぜひお家で試してください。